今回は2023年5月の時事問題です。まずは5月の時事問題29問です。5月1日に現役引退を表明したオリンピック3大会連続メダリストの女子卓球選手は？答え、石川佳純選手。5月3日、国連食糧農業機関と世界食糧計画などは、紛争や災害で深刻な食糧不足に陥った人の数を示す急性飢餓人口が2022年に2億5800万人と過去最多になったと発表した。では、急性飢餓人口が最も多いこの国はどこか？答え、コンゴ。5月3日、国際ジャーナリスト組織国境なき記者団は2023年世界各国の報道自由度ランキングを発表した。対象180カ国、地域のうちワースト1位だった国は？答え、北朝鮮。5月5日、世界保健機関のテドロス事務局長は3年3ヶ月続いた新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言を終了すると発表した。この世界保健機関をアルファベット3文字で何という？答え、WHO。 5月8日から新型コロナウイルスの感染法上の分類が2類から季節性インフルエンザなどと同等の何類に引き下げられたか？答え、5類。ロシアのウクライナ侵略に参加しているロシアの民間軍事会社を何というか？答え、ワグネル。5月6日に国王チャールズ3世の戴冠式が行われた国は？答え、イギリス。5月7日、岸田首相は韓国を訪問し、ユン・ソンニョル大統領と首脳会談を行った。今回再開された首脳同士が相手国を相互に訪問することを何外交という？答え、シャトル外交。温室効果ガスを発生させる化石燃料の石油、天然ガス、石炭。日本は火力発電で温室効果ガスを特に多く出す。どの化石燃料を多く使っていることが問題となっているか？答え、石炭。5月9日、ロシアで戦勝記念日軍事パレードが行われ、ロシアが主導する旧ソ連圏の軍事同盟、集団安全保障条約機構の加盟国首脳らも出席した。この集団安全保障条約機構をアルファベット4文字で何という？答え、CSTO。引きこもりが長引いて、親が80代。本人が50代といった状態に陥り、生活に困窮することを何問題という？答え、8050問題。5月10日、改正刑事訴訟法が可決成立し、保釈中の刑事被告人の海外逃亡を防ぐため、裁判所が端末の装着を命令できるようになった衛星利用即位システムのことを、アルファベット3文字で何という？答え、GPS。 5月11日から日本語や韓国語にも対応した Google が開発した対話型人工知能を何という？答え、Bard。世界の電気自動車の国別販売台数は中国がトップを独走している。中国自動車メーカーの中でも米テスラを抜いて EV 販売台数世界1位の BRD をアルファベット3文字で何という？答え、BYD。
アメリカの債務上限をめぐる議論により、国が借金を返済できなくなる状態に陥る可能性が高まった。この債務不履行のことをカタカナで何というか。答え、デフォルト。2023年の G7 サミット、主要7カ国首脳会議は、日本のどこで開催された？答え、広島。G7 広島サミットに招待された、韓国とオーストラリア以外の南半球に多い新興国、途上国のことを、まとめて何と呼ばれるか。答え、グローバルサウス。今年9月に開催される G20 の議長国でグローバルサウスの代表格と言われる国はどこ？答え、インド。G7 広島サミットの主要議題の一つだったウクライナ情勢。急遽来日して会合に参加したウクライナの大統領は？答え、ゼレンスキー大統領。G7 広島サミットの期間中、首脳会合が開催された日本、アメリカ、オーストラリア、インド、4カ国の協力枠組みのことをアルファベット4文字で何という？答え、クアッド。中国が自国の領土の一部だと主張し、軍事的圧力を強めているところは？答え、台湾。国際オリンピック委員会、IOC が五輪での採用に向けた取り組みを推進しているコンピューターゲームなどの腕を競うスポーツを何という？答え、e スポーツ。中国の習近平国家主席が提唱し目指しているアジア、ヨーロッパ、アフリカ大陸にまたがる経済圏構想のことを漢字4文字で何という？答え、一帯一路。5月27日、サプライチェーン、供給網強化の協定を結ぶことで合意したアメリカが主導し発足した14カ国の経済圏構想、インド太平洋経済枠組みのことをアルファベット4文字で何という？答え、IPEF。 5月24日、ユネスコ世界ジオパークに認定された白山手取川ジオパークは何県にある？答え、石川県。5月27日、第27回カンヌ国際映画祭の授賞式で男優賞に輝いた日本人俳優は？答え、役所広司さん。5月28日、大相撲夏場所で4場所ぶりに復帰し、見事8度目の優勝を決めて一人横綱の責務を果たした横綱は？答え、照ノ富士。北朝鮮から発射される弾道ミサイルを自衛隊が迎撃するシステムのうち、海上自衛隊イージス艦からの迎撃ミサイルを SM-3 というが、地上配備型の迎撃ミサイル、地対空誘導弾パトリオットのことを通称何という？答え、PAC-3。5月28日の大統領選挙で現職のエルドアン大統領が再選し、約20年の長期政権がさらに継続することとなったヨーロッパとアジアの境に位置する国は？答え、トルコ。最後は G7 の首脳を覚える一問一答です。日本の内閣総理大臣は？
田文雄首相。アメリカ合衆国の大統領は？バイデン大統領。イギリスの首相は？スナク首相。ドイツの首相は？ショルツ首相。フランスの大統領は？マクロン大統領。イタリアの首相は？メローニ首相。カナダの首相は？トルドー首相。お疲れ様でした。今回は2023年5月の時事問題一問一答でした。定期テスト対策や就職試験、資格試験対策になれば幸いです。このチャンネルではあらゆる情報をシンプルに楽しく学べるように一問一答形式で作っています。この動画が勉強になったと思われた方は高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。エヴァの一問一答でした。